フランケンシュタインの怪物は、メアリー・シェリーの小説、フランケンシュタインに登場する怪物。名前のない怪物は創造者である、ビクター・フランケンシュタインに由来して、フランケンシュタインと呼ばれることが一般的である。怪物は、科学と錬金術を複合したビクターによって創造され、外見は8フィート、醜い姿だが、感情豊かな存在として描写されている。ジョゼフ・キャロルは怪物を、 主人公と仇役との間のような存在と表現している。詳細は、フランケンシュタインストーリーを参照1922年版、フランケンシュタインの差し絵生命の創造に魅了された学生ヴィクター・フランケンシュタインは、盗み出した死体を使い科学と錬金術を駆使して理想の人間を創造する。しかし、怪物の醜い要望に絶望したヴィクターは、研究所を放棄する。 取り残された怪物は山の中をさまよい途中で人間の言葉を理解するようになり教養を身につけていく。怪物は盲目の老人のもとで人間性を学ぶが彼の家族に見つかりその姿に恐怖を感じた彼らによって追い出されてしまう。追い出された怪物は川で溺れる少女を助けるが少女を襲っていると間違われ銃で撃たれてしまう。 怪物は研究所に戻り、そこで、ビクターの名前が書かれたジャケットを見つけ、彼を探しに向かう。怪物は、ビクターの弟、ウィリアムを殺した後、ビクターに接触して、自分の伴侶を想像してほしい。願いを叶えてくれれば、姿を消し、二度と人間の前には現れないと依頼する。ビクターは、依頼を引き受けたものの、怪物の増加を恐れて、想像を放棄してしまう。 怪物は報復として、ビクターの婚約者エリザベスや友人ヘンリーを殺し、不法を聞いた、ビクターの父は、ショック死する。ビクターは復讐のために怪物を追い求めて、北極圏に向かい、そこで海に転落して、深刻な肺炎にかかってしまう。探検隊のウォルトンに救助されたビクターはすべてを、語り池を引き取り、船に乗り込んできた怪物は、ビクターの遺体を前に絶望する。 怪物は自ら命を絶つことをウォルトンに告げ、北極点に向かい姿を消す。トーマス・クークの怪物シェリーは小説の中で怪物の名前を設定しておらず、怪物はビクターとの会話の中で自らをあなたの労働者アダムと呼んでいる。これに対してビクターは怪物をクリーチャー、悪霊、幽霊、悪魔、惨めなもの、もの、存在、王ガなどと呼んでいる。 一般的な通称であるフランケンシュタイン、怪物といった呼び方は小説の中では登場しない。フランケンシュタインは初版発行から数十年の間にロンドンやパリなどの舞台で演劇の題材になっていった。1823年には小説の初舞台作品をシェリー自身が鑑賞しており、エンジャリストにあるトーマス・クークの表記は私をとても興奮させてくれました。 名前のない名前という表記方法は、とても良いものですと友人のライトハントに当てた手紙に感想を記している。小説の出版から10年以内の間に、怪物を、ビクターの名前を借りて、フランケンシュタインと表現することはしばしば見られたが、定着するほどの頻度ではなかった。小説は1927年に、ペギー・ウェブリングによって舞台化され、この舞台ではビクターが、 怪物に名前を与えている。しかし、ウェブリングの舞台を踏襲した、ユニバーサル映画の作品では、ボリス・カーロフ演じる怪物は再び、七種の怪物に戻った。1931年公開の、フランケンシュタインでは、小説同様に怪物を扱い、オープニングクレジットでは、ザ・モンスターと表記している。しかし、ユニバーサル映画の公開以降、怪物は、 フランケンシュタインと呼ばれることが一般化していった。この呼び方について誤りだという指摘があるが、フランケンシュタインという呼び方はすでに確立されたもので、あり、誤用ではないという反論もある。小説の描写に基づいた怪物のメイクアップ一般的なイメージとして定着した、ボリス・カーロフの怪物シェリーは、怪物の要望について、身長8フィート、薄く光る目、黒っぽい髪と唇、 目立つ白い歯、醜い外見で、半透明の黄色い肌をしており、動脈と筋肉の動きはほとんど見えないと表現している。怪物の姿は1831年版の小説の挿絵に描かれ、その際は青い肌をしており、19世紀の間は要望に大きな変化は見られなかった。大衆文化における怪物のイメージが確立したのは、ユニバーサルの フランケンシュタインにおける怪物の姿である。この四角い頭部、縫合痕だらけの体、首からボルトが突き出ているというデザインは、監督のジェームズ・ホエールの指示に基づき、メイクアップアーティストのジャック・ピアースが施したメイクである。ユニバーサル映画で、カーロフに続き怪物を演じたロン・チェーニー・ジュニア、ベラルゴシ、クレン・ストレンジも、彼の怪物を踏襲した姿で演じている。 この要望は、ハルクにも影響を与えている。ユニバーサルのイメージ以外の姿も見られ、新説、フランケンシュタインでは、怪物はもともと美男子だったが実験の過程で、醜い要望に変化したという描写がされており、1994年公開の、フランケンシュタインでは、白髪で血まみれの縫い目という描写となっている。バンヘルシングでは、カーロフの演じた怪物のイメージを踏襲しているが、 指的で非暴力的な心優しい存在として描かれている。2004年公開のフランケンシュタインと2014年のテレビシリーズナイトメア血塗られた秘密では小説の描写に近い教養のある怪物として描かれている。シェリーは怪物を感情豊かな人格として描いており、怪物は自分と同じ存在と人生を分かち合うことを目的としている。その存在は 失楽園、対比列伝、若きワエルテルの悩みと共通している。怪物は人間社会へ適合しようと努力するが、出会うすべての人間に拒絶されて絶望する。怪物は創造者であるビクターすら自分を拒絶する、存在であるということを作中で一つの手が伸びてきて、私を捉えようとした。しかし、私はそれから逃げたと表現している。CH5 怪物は自らを愛するものを見つけることを願うようになるが、それを拒否されたことで、ビクターに復讐心を抱くようになる。後年の映画作品とは異なり、小説の怪物は雄弁に言葉を話している。怪物は誕生から11ヶ月間でドイツ語とフランス語を理解するようになり、終盤までの間に英語も話せるようになる。1931年公開の フランケンシュタインでは発話障害を思わせる描写がされているが、これは想像の際に犯罪者の異常なのを移植したためという設定になっている。続編である、フランケンシュタインの花嫁ではたどたどしい形であるが、言葉を話せるようになったが、フランケンシュタインの復活では再び言葉が話せなくなっている。フランケンシュタインの幽霊では、怪物の体に、 セムシ男イゴールの脳を移植したため彼の人格を身につけて行動した。フランケンシュタインと狼男でも会話ができる設定だったが公開前に会話ができない設定に変更された。アイルランド国立老人形博物館に展示されている怪物の老人形研究者は小説を読み解く中で怪物を母親のいない子供のメタファーであると捉えた。これは作者。 シェリーの母親が彼女を出産後に死去したことが影響していると推測している。また、抑圧された階層のメタファーとも考えられ、シェリーは怪物を莫大な富と貧弱な貧困の分裂と認識していたという。この他に制御不可能なテクノロジーの悲劇的な末路という捉え方もされている。創造者であるビクターについては、 現代のプロメーテウスとも呼ばれたベンジャミン・フランクリンをイメージしたと言われている。この説によると、ビクターが創造した怪物は、フランクリンが創造に関わった、新国会コール、アメリカ合衆国を意味するという。シェリーは、怪物創造の実験で、縄と糸を用いてタコを作り、雲から雷を抜き取ったという描写をしており、これは、 フランクリンのタコの実験を意図して書かれたものだと指摘されている。チャールズ・オーグルの怪物、グレン・ストレンジの怪物、クリストファー・リーの怪物、ドン・メゴワンの怪物、フレッド・グウィンの怪物。ありがとうございます。